い、ということでお昼も食べてまた急に縮こまっちゃった。またゆいちゃんは喋れません。はい、後半も頑張りましょう。頑張りましょう。ちょっとね、このまま70代、いや、いけるんじゃないかな。今2オーバーでしょ。2オーバーです。頑張って頑張って頑張って頑張ります。はい、頑張るの3段階です。OK OK 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 OK。 じゃあゆいちゃんもお願いします。はい、お願いします。はい、じゃあ後半もお願いします。はい、お願いします。まあまあ、じゃあ後半もお願いします。お願いします。帰ってきたんだよね。最後？そう。頑張ってスライスを打つしかない。お、カメラ回った途端の下向き変わりようが。本当。お昼一緒に食べた時明るかったのに、急にどうした？顔上げて喋れない病気なんだ。かわいすぎなんだけど。頑張って120で。7番でスライスってちょうどぐらいかな。転がす感じ。キー大丈夫、消えた。当たった。当たった。あ、いや今よ、いい感じに曲がってたけどね。緊張しないから私のコメントが意味わかんなかったわ。キそうだったけどね、今もうちょい曲がるかな。3回ぐらい当たったもんね。120ヤード8番アイアンで打ちます。でもまた私の嫌いなライなんですよね、これまた。あ、ちょっと左。まあまあです。下から行っちゃった。次下向いちゃうからね。うん、キャップだしね今日は。そうそう、ちょっといつもより頑張ってここ上げてるんだけど。上げてるのそれ。いつもこの辺ぐらいまでかな。あ、そうなの。今日サービスしてます。はい、うん、髪の毛切ってからバイザーだと前髪が邪魔になって。あ、ゆいちゃんでもショート似合うよね。本当はさ、もっとバッツリ着たいんだけど。切ったらでもなんかね、なんかゴルフウェア似合わなくなるんだよね。去年さ、エアカップ、うん、エアの人に切ってもらってるんだけど、うん、あ、はいはいはい、この前髪の毛切りたいって言った時に、うん、うちの美容師さんが、うん、去年切ってゴルフ場で見たらやっぱすげえ短いと思ったからちょっと長めに切るわ。ちゃんと優しくやってくれたんだ。そうそうそう、コンパクトかスライスかな。めっちゃフックするね。フックスライスでチョイスラーになると思います。お、まさかの、まさかの入れ。あ、惜しい。今日はいいですね。いいですね。パーです。このままこのまま20代行きたいね。ナイス。
ました。まあ、大丈夫ですよ。22度で。22度。ナイスの下？じゃ見えなかった。あ、ほんとだ。え？左に行け。いいね、いいね。左に跳ねた。なんかね、足がなんかボコボコしてちょっと気持ち悪かった。確かに。ブルーカーなんかちょっと、うん、結構あるね。50ヤードぐらい。58で打ちます。カエルがいます。潰しちゃうぞ。ハーフです。めっちゃフォークだね、ちゃんと。本当だ。すごないこれ。かわいい。それ本当フォークなんじゃない？いや、ちゃんとここから支給された。あ、グリーンフォークなんだ。すごい。あ、本当だ。いやいやいや、よかったな。よかったか。うむ、ほとんどまっすぐですか。ほとんどまっすぐだと思います。切れるとしたらスラ、打ち出しのスライスがちょっと効くと思います。入れの打ちすぎた。これはやばいです。大丈夫、大丈夫。ないー、惜しい。フックなんだね。そうなんだよ。フックだなと思ってた。もう微妙に流れる、うん、入れなきゃダボになっちゃう。助けて。打つ。今グレーになってるでしょ。はあ、しょうがない。ダボですよ。こういうことしてると80とかなんですよ。ああ、なるほどって感じでしょ。そうだね。でも今のはしょうがない。そうだね。強気で打った結果です。強気で打ったらパンチが入っちゃったんだよな。多分今視聴者さんも同じぐらい残念がってると思うよ。まあ、みんな。あー、じゅんちゃんパター外したみたいな。いや、みんなもじゅんちゃん70代に応援してるから、うん、応援してるからね。あー、ダボじゃんみたいな。いや、まだまだね、全然大丈夫でしょう。頑張りましょう、頑張りましょう。